未来への扉が開く瞬間。ナンバーアンダーラインアイの寝室からの驚きの映像。三人のアイドルがファンの心をわしづかみに。個性の融合とチームワークの極致。共に歩む未来へのメッセージ。2024年5月9日、SNS の世界に突如として現れた三人の男たち。それは人気アイドルグループ、 ナンバーアンダーライン愛のメンバー、ガン・ユ太タ、ジング太ジ・ユ翔タ、彼らが寝室のドアから次々と顔を覗かせる、わずか数秒の映像が、瞬く間にファンの心をわしづかみにしました。一見、何気ないこの映像。しかし、そこには、アイドルの魅力の神髄が凝縮されているのです。まずは、三人の持つ個性が光ります。 先陣を切るのは元、岩優太彼らしいおちゃめな表情と、いたずらっ子のような笑顔が、見る人を一瞬で虜にします。続いて登場する神宮寺優太は、一転して優雅で気品のある佇まい。その洗練された美しさは、まるで王子様のよう。そして最後に現れるのは、平野翔。彼の屈託のない笑顔と、キラキラと輝く瞳は、 見る人を幸せな気持ちにさせてくれます。この三人の異なる個性が見事なまでに調和しているのがナンバーアンダーライン愛の魅力の一つ。騎士の明るさとユーモアがグループのムードメーカーとして場を和ませ、神宮寺の気品と美しさがグループの拡張を高め、平野の愛らしさと天真爛漫さがグループに親しみやすさをもたらします。しかし、 彼らの魅力は単に個性の集合体ではありません。三人が集まることで生まれる特別な輝きがあるのです。それはまさにチームワークと呼ぶべきもの。映像の中で彼らは互いの動きに合わせながら息の合ったパフォーマンスを披露しています。その姿はまるで長年連れ添った兄弟のように自然体で、 互いへの信頼感が伝わってきます。このチームワークこそがナンバーアンダーライン愛の最大の魅力と言えるでしょう。個々の能力が高いだけでなく互いを尊重し補い合うことでさらなる高みへと昇華させているのです。彼らはまさに個性の融合とチームワークというアイドルの理想形を体現していると言えるでしょう。さらに注目したいのが 映像の演出です。ローリングドアという限られた空間の中で3人の魅力を最大限に引き出す工夫が凝らされています。ドアが徐々に開いていくにつれて彼らの姿が少しずつ現れていく様子はまるで幕が上がっていくようなドラマチックな演出です。そして背景に流れるブローユアカバーという楽曲のアップテンポなリズムが 映像の躍動感をさらに高めています。この映像は単なるプロモーション動画ではありません。そこにはナンバーアンダーライン愛の魅力を象徴する奥深いメッセージが込められているのです。ローリングドアは彼らの未来への可能性を象徴しています。ドアが開いていくにつれて彼らの姿が徐々に現れていく様子はまるで未来への扉が開いていくかのようです。 ナンバーアンダーライン愛は常に進化し続けるグループです。彼らは歌、ダンス、演技など様々な分野に挑戦し新たな可能性を切り開いています。ローリングドアはそんな彼らの未来への希望と期待を表現しているのかもしれません。この映像は公開されるやいなや大きな反響を呼びました。可愛すぎる、最高、沼らせるなど 称賛の声が相次ぎ、彼らの魅力を再確認する機会となりました。ファンにとっては、彼らの素顔に触れ、その魅力に心奪われる、貴重な映像となったことでしょう。ナンバーアンダーラインアイの寝室のドアの映像は、アイドルの魅力の真髄を私たちに教えてくれます。それは、個性の輝き、チームワークの力、そして未来への可能性。 彼らの活躍は、これからも私たちに夢と希望を与え続けてくれることでしょう。しかし、彼らの未来は決して平坦な道のりではありません。アイドルという職業は、常に競争にさらされ、人気は移り変わりやすいものです。彼らは、そのプレッシャーと戦いながら、常に自分自身を磨き続けなければなりません。また、個々の活動も増えていく中で、 グループとしての活動を維持していくことも課題となります。それぞれが異なる分野で活躍する中で、グループとしてのアイデンティティをどのように保っていくのか、彼らの試行錯誤は続きます。それでも、彼らはきっと乗り越えてくれると信じています。なぜなら、彼らは個性の融合とチームワークという最強の武器を持っているからです。そして、 何よりも彼らを応援するファンの存在が彼らの大きな力となるはずです。ナンバーアンダーライン愛の未来は私たちの手にかかっています。彼らの夢を一緒に追いかけ、彼らの挑戦を一緒に応援しましょう。そして彼らのさらなる飛躍を一緒に見届けましょう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。アイドルの魅力とは、 一体何なのでしょうかなぜ私たちは彼らの姿に心を奪われ、彼らの活躍に熱狂するのでしょうかそれは彼らが私たちに夢と希望を与えてくれる存在だからかもしれません。彼らは常に輝きを放ち、私たちに笑顔と元気を与えてくれます。彼らの存在は私たちにとって日常の喧騒を忘れさせてくれる。 オアシスのようなものなのです。また彼らは私たちが叶えられなかった夢を叶えてくれる存在でもあります。華やかなステージで歌い、踊り、多くの人々から愛される。それは多くの人が憧れる夢のような世界です。私たちは彼らの姿を通して自分自身の夢を追いかける勇気をもらっているのかもしれません。さらに、 彼らは私たちに努力の大切さを教えてくれる存在でもあります。彼らは華やかなステージの裏で地のにじむような努力を重ねています。その努力の結果として彼らは輝かしいステージに立つことができるのです。彼らの姿は私たちに努力すれば夢は叶うということを教えてくれます。そして彼らは私たちに 仲間の大切さを教えてくれる存在でもあります。彼らはグループとして活動することで個人の力では成し遂げられないことを実現しています。彼らの姿は私たちに仲間と共に歩むことの大切さを教えてくれます。アイドルの魅力とは単に容姿やパフォーマンスの素晴らしさだけではありません。彼らは私たちに夢と希望を与え、 努力の大切さや仲間の大切さを教えてくれる特別な存在なのです。ナンバーアンダーライン愛の3人はまさにそんなアイドルの魅力を体現しています。彼らは個々の能力が高くチームワークも抜群です。そして何よりも彼らは常にファンへの感謝の気持ちを忘れず真摯に活動に取り組んでいます。彼らの姿は 私たちに多くのことを教えてくれます。夢を追いかけることの大切さ、努力することの大切さ、仲間と共に歩むことの大切さ。そして、何よりも、笑顔でいることの大切さ。ナンバーアンダーライン愛の3人は、これからも私たちに夢と希望を与え続けてくれることでしょう。彼らの未来に、こうたからんことを願っています。そして、 私たちも彼らからもらった勇気と希望を胸に自分自身の夢に向かって歩んでいきましょう。きっと彼らのように輝く未来が待っているはずです。